こんにちは、ぼっち買取応援団団長です。本日はこちらの時計、ラウンド型のお見本とも言われる名作、パテックフィリップカラトラバのご紹介です。待望の新作発売されましたよね。この動画制作時にはまだこれ一つのみですけれども、しかも限定ですよね、1000本ということで、購入難易度は S 級ですね。しかしジュネーブの新工場完成したということで、次の作品もきっとすぐに出てくるはず、期待しましょう。ところで皆さん、新作のカラトラバを見てどんな感想を抱いたでしょうか。私は正直カラトラバっぽくないなと思ってしまいました。かといって、じゃあカラトラバとはどんな時計なのかと聞かれると、ガチガチのドレスウォッチ、いやそうじゃないのもあるよなぁと。共通しているのはラウンド型であるということだけか。こんな感じでカラトラバらしさというのは非常につかみにくいんですよね。そこで今回調べてみようと思ったわけですが、調べてみて分かったことは、この新作カラトラバ、なんと実にカラトラバらしいモデルだったということ。一体どういうことなのか、モデルの歴史と進化のストーリーからカラトラバの魅力たっぷりとお伝えしていきたいと思います。それでは行ってみましょう。ウォッチ買取応援団では時計にまつわる動画を日々お届けしております。チャンネルの再生リストにまとまっていますので、そちらもぜひご覧ください。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタン押していってください。やる気が出ます。はい、ではまずは新作カラトラバの基本情報から簡単にお伝えしていきます。モデル名はカラトラバ 6007A001。 カラトラバでは珍しくステンレスチールのケースを用いています。ケース径は 40mm 径、厚さは 9.07mm、 防水性能は 30m。 特徴的なのは文字盤のデザイン、これもカラトラバでは珍しいブルーを採用。中央の彫り模様、そしてその周りにはレールウェイ、そしてアラビアインデックスと、若々しくスポーティーな顔立ちです。ケースバックはサファイアクリスタル製、センターローターの自動巻キャリバー 324SC の動き覗き見ることができます。定価は税別で309万円、世界限定1000本、ジュネーブの新工場 PP6 完成を記念して発売されました。新工場完成記念というのは分かりますが、なぜ今このタイミングでこのデザインなのか。同ブランドの人気モデル、ノーチラスやアクアノートが牽引しているスポーティーウォッチのジャンルを強化したいという狙いも少なからずあったものと思います。しかし遡ると2000年代初期に現 CEO ティエリー・スターンがこんな言葉を残していました。20代から30代の人にも手が届く魅力的な時計としてカラトラバの開発に注力している。実は今ほどスポーティーウォッチが注目される以前から、若々しいデザインのカラトラバを作ろうとする動きはあったんですね。今回の新作、まさにこの言葉を形にしたものなのではないでしょうか。さて、新作の情報を確認したところで、本題のカラトラバについて、一体どんなモデルなのか、モデル誕生の歴史から見ていきましょう。カラトラバの初代と呼ばれるモデル、リファレンス96、通称クンロクの誕生は1932年。パテックフィリップというブランドが創業一家からスタン兄弟の手に渡ったのと同じ年に発売されました。実はパテックフィリップ、一度経営難に陥っており、その時文字盤のサプライヤーだったスタン兄弟が経営を引き継ぐ形で今に至っています。この辺りの詳細は以前パテックフィリップの歴史動画でお伝えしておりますので、そちらでぜひご確認ください。動画説明欄にリンク貼っておきますね。カラトラバの誕生はピンチに陥ったブランドが起死回生の一手として最初に挑んだものだったんですね。ちなみにカラトラバと呼ばれるようになったのは1980年代以降になってからの話。1932年の発売当時、すでにパテックフィリップはカラトラバ騎士団、これは12世紀から15世紀に活躍したスペイン騎士団の名前ですね。そのエンブレム、カラトラバ十字をロゴとして使用していました。それが竜頭に刻まれていたことから、パテックフィリップの社内でのみ愛称としてカラトラバと呼んでいたそうです。話を戻して、1932年登場の初代リファレンス96、クンロクですね。大きな特徴はラウンド型のケースであるということ。
いや普通じゃんと言いたいところなんですが、当時はまだラウンド型の市販腕時計が少なかった時代なんですよね。例えば訓録登場以前の有名モデルはというと、1904年のカルティエサントス、1919年同じくカルティエのタンク、1926年ロレックスのオイスター、そして1931年ジャガールクルトのレベルソー。サントス、タンク、レベルソーは角型、オイスターも当時はまだクッション型でした。そして訓録もう一つの特徴はラグの形状。ラグというのはケースとベゼルをつなぐ部分のところ。訓録のラグは当時ラウンド型ケースでは珍しいケース一体型のラグが使用されていました。角型の3モデルは一体型になっていますが、ラウンド型に最も近いオイスターケース見ていくと、一体型ではなくワイヤーラグという仕様であったことがわかります。とこのように初代訓録の特徴、当時は斬新なものではあったんですが、今となってはそれが当たり前になっていますよね。カラトラバが丸型時計の見本と言われるゆえんはここにあります。パデックフィリップは新しくもあり不変なものとしてカラトラバを生み出したんですね。まさにマスターピースとはこのこと。その後カラトラバは数多くのバリエーションを展開していますが、どれも特徴は初代と同じ丸いケースで見やすい時計というもの。ただ言い換えるとそれしかルールがないということにもなります。冒頭で触れた通り、カラトラバらしさとは何なのかということが非常に曖昧なのはそのためです。現行ラインナップを見るだけでもカラトラバというモデルがいかに幅広いものなのか感じていただけるかと思います。いくつかピックアップにて見てみましょう。まずはこちら5196、初代訓録からの直径後継モデル、手巻きムーブメント搭載。バーインデックスにドルフィン型の針、6G1にはスモールセコンド、そして角張った力強いベゼルとケース一体型のラグ。ケース径は 6mm サイズアップしており、モダナイズこそされてはいますが、初代のデザインとうり二つですね。現行カラトラバで最も王道なのがこの5196シリーズです。続いて5227、こちらは自動巻きムーブメントを搭載したモデル。3G1にデート表示があり、秒針はセンター配置になっています。このモデル特徴的なのはハンターケースと呼ばれる裏蓋の仕様。シースルーバッグの上に開閉式の金属カバーがついているという作りになっています。また一見すると先ほどの5196と似通っていますが、よく見ると全然違うんですよね。こちらの方がベゼルは薄く、よりドレッシーな印象に。またラグもよく見ると側面が大胆にシェイプされたデザインになっており、曲線美を感じることができます。続いて7200、マイクロローター搭載の小型自動巻きモデル。かつてパテックフィリップが商工用に作った時計、オフィサーウォッチを思わせる文字盤デザインが特徴です。ブレゲ数字のインデックスとスペード針、丸みを帯びたベゼルの組み合わせがとっても優美。ケースデザインを邪魔しないよう薄く作られたラグは、横からビスを通してベルトを留める仕様になっています。続いて4978、ダイヤモンドがセッティングされた高級モデル。ダイヤモンドが目立ちすぎて分かりにくい部分かと思いますが、このモデル見てほしいのはやはりラグです。ケースの丸さを際立たせるため、ケース裏にビスで留めるという構造になっています。結果ベルトの付け根がケースの裏に隠れる形になるので、正面から見た際にベルトとケースの隙間が見えない、技ありのラグ構造ですね。続いて5212、ウィークリーカレンダーを搭載したコンプリケーションモデル。これもカラトラバなんですね。複雑機構搭載モデルなので文字盤にメモリが多く騙されそうですが、実は初代同様にバーンインデックスとドルフィン針が使われ、ラグもミドルケース一体型になっています。初代と明確に異なるのはベゼルの形状。角張ったベゼルを用いた初代に対し、こちらはテーバード。ケースから離れるにつれて細くなるというスタイリッシュなデザインになっています。続いて6006、ポインターデートを搭載したモデル。ミドルケースに一体化されたラグ、ドーム型のベゼル、十角形のリングがついたシースルーケースバッグと、この度発売された限定モデル6007のベースはおそらくこのモデルです。いかがでしょうか。丸型ケースで見やすい時計、
ここをずらすことなくベゼルやラグ、文字盤デザインにおいて非常に高いレベルでアレンジを加えていることがお分かりいただけたのではないでしょうか。そして改めてこの視点を持って新作カラトラバ見てみるとどうでしょう。基本設計は直前にご紹介した6006と同じ。しかし新作6007ではステンレススチールのケースを用いているということ、そしてアラビア数字インデックスがアップライトになっているということが新たなアレンジとして追加されています。さらに面白いのはインデックスに夜光が塗られているという点です。ドレスウォッチのカラトラバで夜光インデックスというのは大胆すぎるアレンジ。新作6007、賛否両論ありそうなところですが、これぞ現代のカラトラバと私は評したい。カラトラバというモデルの幅広さ、可能性をさらに広げた傑作なのではないでしょうか。といったところで本日はパテックフィリップカラトラバについてお伝えいたしました。新作6007以降のその後の新作、これにも期待したいところですね。それでは本日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。今回の動画いかがでしたでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。毎日更新を目指して頑張っていますので、次回も楽しみにしていてください。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタン押していってください。それからツイッターもやってますので、ツイッターのフォローもお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。